こんにちは、ひでおさん。一人でお買い物かな？今回は安い商品を嗅ぎつけて、ひでおさんとひでおくんが集まってきました。とても安い風には見えません。ラップに包まれたその商品は、洗濯洗剤でしょうか。みんなが欲しい商品とは思えませんが、これだけひでおくんが集まってきます。とても汚れが落ちやすい洗剤なのでしょう。そうですね。スプラトゥーンはよく汚しますから。今度は何を見ているのでしょうか。また洗濯洗剤ですかね。汚しすぎだ。スイカ、赤いスイカと青いスイカ。ひでおさんが怒ってるのかな。スイカを消していますね。どうしたのでしょうか。スイカを見失ったひでおくんたちは一目散にいなくなってしまいました。今度はお菓子ですね。再びひでおさんがお菓子を汚し始めました。またひでおくんたちはいなくなってしまうのかな。追い出してるな。